はい、どうもケスです。こんにちは。どうもこんにちは、ハネムーンです。今更気づいたんですけどね。はいはい。超越に声がついてるんですよ。あー、だいぶ今更ですね。いいですね、こうやって全部のカードに声がついてくっていうのは。まあね、でもなんかまあつけられなさそうなやつもいっぱいいるけど ね、 なんかね。でもほら、まだ声がついてないやつとかもいるわけよ。まあね、いっぱいいるね。こういうやつに俺は声をつけていきたい。うん、何を言ってるの。サイゲームズは、はい、そろそろ俺に声の依頼を振ってもいい。まあそこそこね、うん、変なのやってるけどね。そうそうそう。例えば何。例えばね、うん、どうしようかな。じゃあね、あーこいついいじゃん、こいつドイツ。例えばこのスパルトイサージェントですよ。これに俺がなんでそこなの。ぴったりな声を。こいつ声ないから まあいいけど、うん、はいはいはい。じゃあぴったりな声を。おう、うん、じゃあまあ試しにやってみる。いや見てて。オッケー。スパルトイサージェントです。いやおい、なんでよくないこれ。よくないじゃねえよ。そのまんまじゃん。これそのまんま、よくない。なんでもないし。これで出てきたらなんか、まずね、そもそもね、いい、うん、絶対こいつ喋んないから。そう、見た目的に。そうかな。うん、いやいいと思うんだけどな。いや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 、いや勢いはあったと思うんだけど。いやいや、勢いしかないよね。そっか。まあということで、はい、今日はまだ声がついてないカードを調査すべく、調査すべく、うん、声なしカード対決をやりたいと思います。なるほど。ルールは簡単。カードの説明欄にこう CV 誰々って書いてないカードをデッキに入れて戦うと。それしかデッキに入れられない。なるほどね。CV ついてなくてもなんか喋るのいるじゃん、みたいな。あー、だからそのそれはいいの。カードの詳細を開いた時に CV 誰々って書いてなければ OK。 OK。 あー、でも大体フォロワー喋るけど、これ戦いになるのかね。なるだろう。これがね、またスペルとかはついてないわけよ。まあまあそりゃそうだろうね。あと怪獣みたいな見た目のやつはついてない、まあ、怪獣、怪獣みたいな、ドラゴンとかゾンビとかそういう系ね。で、超越が強いと思うじゃん。え、超越は声ついたんじゃないの。そうなんだよ。だからなんつうの、ほらスペルばっかで、うん、あーなるほどね。スペルばっかで、ね、でデストロイヤー出すじゃん。あ、だけど超越に、超越は使えない、ね、超越は使えないから。なるほどね。いいバランスが取れてると。あーなるほど、超越に声が入ってるからこそ。そうそう、なるほど、ね、これこの対決超越に声がまだ入ってなかったら、うん、超越ゲーです。残念ながらはっきり言っちゃうね。おう、じゃあ声がさついてないカードから声がついてるカードが出る。あ、それは OK。 OK。 デッキメイクの時点で、うん、まあ全部声なしカードだったら何でもいいということで。あ、はい、まあまあエルフとかあるもんね。そうね。あ、やっていきましょう。はい。さあ、じゃあデッキ作っていきましょう。はい。多分私はネクロかドラゴンかって感じするな。なるほどね。ああ、でもヴァンパイアも結構声ついてないのかな。そう言われると感あるよ。どれが声ついてないんだろう。まあいいんじゃない。まあいろいろちょっと試しにこいつで見てみよう。いや、人間喋るから今回使えねえんだよな。人間じゃねえやつの方がいい。お前喋んのかよ、ふざけんなよ。おお、じゃあちょっと一ついいこと教えてやるよ。何？レイジングエティ喋んない。いらねえ。レイジングエティ入れてくれ。マジでいらねえ。さあ、俺はできた。ダメだね。いやどうすか。できました。たった今、うん、CV チェックっていうのが終わりまして。 CV チェック、あ、こう一枚一枚見てって、CV がないかちゃんと声が入ってないカードかどうか調べて、 CV チェックして、見事に全員合格いたしました。なるほどね。このデッキ、はい、誰もこちらも今、はい、全員合格しました。全員合格しましたか。まあ今この現在今やってる時点で CV がついてないだけであって、はい、もしかしたら将来ついてるカードがあるかもしれないね。楽しみだね。じゃあやっていきましょうか。はい。さあ始まりました。はい。何の対決でしたっけ。忘れるとかある。忘れちゃいましたね。あれですよ、声なし対決でしたね。ですね、いい対決です。お互いのデッキに
声がないカードしか入ってないという対決でございますね。ごめんなさい、忘れちゃいました。自分で何のショックが。そうで、さっきまでデッキ作ってたのに、あれこれ何してんだろうと思って何してんだろうじゃないよ何してんだろうと思っちゃったけど、はいはいはい、なるほどね。ビショップですね。ビショップです。素晴らしいですね。ビショップは確かにほらアミュレットがね、そう喋んないからね。ほら喋んなかった今、うん、すごいね。まあ出てくる動物も喋んないからね。あ、そっか、すごいの、もう喋んないだらけじゃん。喋んないだらけ、まあそいい、ね、趣旨だからね。そうだね、うん、そうだったね。そういえば、そう、おう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 ほら喋んない。おうおう、ノリノリやん。ノリノリか。お前喋るんだよね。え、ほら、いえ、喋って。いや、いいじゃん、こんぐらいはこんぐらい喋ってうちに入らないよそうヒュー、そうそう、こいつも笛みたいな声出すけど喋んない。なるほどね、うん、うえー、うさぎも出てきて。そう、すごい、ね、うさぎは喋るけど、これは喋んない。なるほど、僕は幻お前好きそう、僕は幻、僕は幻。あ、うーん、喋んないよ、喋んないよ、俺はとにかく喋んないよなんか喋んない喋んないで逆にうるせえなもう何もしてこないのか行くぞ、来いよ、喋んないジェットストリームソウルコンバージョン。あ、そう、よろめく消せよ。消さないよ。うわ、きつ。大事に大事に使ってくよ。なんだよそれ。え、どうしよう。ヒュー。どうせ死ぬなら死なばもろとも。オープニングで。なるほどね。どうせ死ぬぐらいだったら。どうせ死ぬぐらいだったら。HP になって、あ、なるほど、ちゃんとそういう。ああ。殺してしまえ、ホトトギス。素晴らしいね、ホトトギス。すげえホトトギスだな。はい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 。すげえホトトギスだな。何を言ってるの。いいホトトギスだよ本当に。うん、アタックアタック。はい。コンバージョン。お、今度こそ？今度こそ。あら。今度こそターンエンド。こっち貯めるな。貯めちゃうのさ。九。あ、出た。バカ幻。君の夢さ。君の夢さ。君の夢さ。練習してくる練習してくる練習してくる、うん、いいよ別にいや、できそうできそう。ほんと、うん、じゃあお前が知らないカード出すわ。僕が幻。はいはい、どうぞどうぞ。カリュドーン。そう、カリュドーン知ってる。知らないっすよ。うん、そうだ。じゃあ突進。そう、こうしてから自分のアミュレットカウントを1位進める。なるほどね。そう、あ、運ゲーしてくる気か。おお、見事。まあまあ普通に3分の2別にどうでもいいからね。でも今一番いい当たりをしてくれた。本当はね、カリュドンぐらいしかないんだよね、アミュレット進められるのが。はあ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 。まあ距離はいいんだけど、なんかほらシスターとかいるじゃん。なるほどな。進められるカードガルラ。あれは喋るでしょ。あいつは全部喋るから、ね、進めらんねえ。さあ、もう集団埋葬地を置いた時点で俺はもうバレてるだと思う。もしかして。ああ、いるだろう、一人。めちゃくちゃ喋んなさそうで強いカード。あれか、モルディかい。モルディは喋るだろう。そうだしかも強い動きしてる強い動きしてる強い動きしたでしょ。痛い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 。すごい強い動きしたでしょ。いって、いや、食大フォックス強いな。来ました。ほう、うお、彼です。びっくりした。彼です。やめてよやめてよ、手札にもう一体いるじゃん。じゃあ、いや、その嘘は限らないよ。やめてよ、そういう根拠もないこと言うの。マジか、もう一体いるのか。ちょっときついぞ。根拠もないこと言うのやめてくれない。きついな、どうしよう。もう聞いてない。聞いてないの、本当に聞いてないの。そう、これはプレイに入らない。オッケーオッケーオッケー。はいはいはい。え、どうしよう。距離打つか。一つ引こう。ドロー。おお。うん。ドロー。うさぎ。すぐ出てくるなこいつ。そんな早く出てくるかい。さあ、グリモ。おお、リボックスグリモも出てきて。グリモもできて。もうなんかこれきついデッキだな。もうじゃあもう地の祝福でも打っとくよ。お。減らしたか。ああ、減らしてくよ。サージェントも出して。出しちゃう出しちゃう。なるほどな。お前この相手にしてるクラスが何か忘れたか。ビショップイコールテビスの審判。さあ、消え去れ。わー、よっしゃー、出てきたばっかりのグリモンを
そんな扱いか。知ったこっちゃねえよ。そんな扱いをしますか。墓地結構溜まったな、やべえ。溜まったよ。あれ、なんで今そんな溜まったの。あともう引くだけだ。やべえ。引くだけだ、引くだけだ。え、そんなかけてきたってこと。ファントムハウル。マジ。ああ、そういうことね。これでカウントを進めて。あ、なん、あ、そっかそっか、魂再利用か、それ。そうね、引くんだ引くんだ。なるほどね。引け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 。いやいや、きついきつい。何がきついかって、もう今圏内に入ってるのがきつい。あと引くだけ、あと引くだけ。それ引いた顔だね。引いてどうだろうな。それはどうだろうな。引いてるこいつ。それはどうだろうな。どうしようかな。え、どうしよう。引いてたと仮定すると、はあはあはあ、15点飛んできたら死ぬから。なんで15点とかわかんの。 だったらこれ出して、あ、ちょっと黙っててもらっていい。こうして進化、進化でこれ打つか。いいやん、めんどくせえな、考えんの。死ね。何も考えず打ってきた。いいでしょう。守護立つときはなんとかなると思ってんね。思ってるよ。さあ行くぜ、メンコバース発動。メンコバースなんだと。消え去りたまえ。ひっくり返った。消え去りたまえさ。マジかよ。それは本当にきついからやめてくれと。メンコバース発動。メンコバース発動。なんだこのゲーム。もうなんだ、何対決だい。何対決だい。いいのかい、いいのかい、いいのかい。引いてない。知ってた、知ってた。まあそうだろうなと思った。君そんなね、引く力なんてないんだよ。申し訳ないね。どういうこと。引けないんだよ、俺には。ああ、そうだ。ああ、まずいな。早く早く引いてくれ。やっとこれ出して、カリュードン。カリュードン大活躍だな、こいつ。大活躍、カリュードンめっちゃ強いからね。そうでしょ。痛い。進化もいらないか。いや、しとくか。いや、こうだな。進化なしで殴って、ほう。いや、ちょっと念には念を入れて、エンド。オーファーリングで回復しといて、うん、なるほどね。念には念を入れて。確かに、でも俺はあれを引かなくても20になった。あ、ということは、ということは18はちょっとあれじゃないですか。そうだね、相当きついね。あー、ババ1個邪魔だしね。邪魔だね。デストライズコマンダーでも出して、お茶を濁す。濁した。すぐ濁しちゃう。4使った。すぐ濁しちゃうんだよ。進…なんか進化するのもアホらしいな。でも進化しちゃう。そっち、こっちだよ。さあ、エンド。なるほど。まあこいつはね、減らしとけばな。とりあえず守護は出ないっていう算段だろ。そうね。いや、待って、弱ったな。トントントンでしょ。計算してるね。トン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 。残り3。いやー、きつくねえっすか。こうでしょ。あー、うん、やめてよね。消滅。いや、こいつはこれでいいだろう。ずっと1枚増えちゃう。武闘でしょ。何じゃねえんだよ。何じゃねえんだよと。こいつでしょ。食材置いて、食材置いて。いや、今度こそ進化でいいだろう。なるほどね、ここで進化と。うん、とりあえずまあお前にこれの処理を迫りつつ。まあそうだね、エンド。いや、きついかな。裸にしちゃったの無理か。あ、そうですか。いや、でもタイラントの分があるから足りないはず。そうでございますか。いや、どうやっても足りない。死の祝福。ほう。治療の宴。ほう。スターンエンド。うおー、これは鎌、鎌首。なるほどね。さあ、どうする。なるほどね。はい。いや
頑張った。マジか。ここで終わる。お前は頑張った。これで終わる。お前は頑張った。俺いるのよ、最強のカードを出すぞ俺は。ほう、激震の王が。俺マジか、シュゴがいるな。よっしゃ、バーンだけで。なんだこれ、やったー、ひどすぎる。あぶねえ、なんだよこれ。あーあーあーあああはい、お疲れ様でございました。はい、お疲れ様でした。いやー、なんだよ最後のは。なんだこのカードって思って。激震の王が先生ですね。出てきて3点、進化で3点、うん、そう、強いよね。マジか。いや、強いと思ってた、ずっと。いや、そうかい。うん、いや、だって誰も使ってないけど、ね、まあ、マジ、ね、あのデモンストライク2発分だからね。おー、まあそうか、うん、そう考えてもあんまり強さがピンとこないけど、うん、いやー、でも今回君はこれに負けたんだよ。まあそうだね。認めざるを得ない感じのところはあるけど。でも逆に言うと本当にこれしかなかったよ。まさかの守護3枚貫通してくるとは思わなかったな、うん。まあお互いやっぱバハムートは入ってた感じでしたね。まあね、でもそんないっぱい入れてないけどね。うん、あんだけ強いのにまだ声がないっていうことで、うん、まあね、なんか記者って言ってるけど、ね、言ってるけど、うん、まあ途中でよくわかんないメンコバースがちょっとだけ発動して、なんか何事もなく手水で相割りみたいな感じだったけど、まあ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 、どうせ一番強いのバハムートでしょと思ったけど、うん、いやもう激震の王がだった、ね、激震の王がだった、ね、はい、声なしルール対決において、うん、まあ最強カードは激震の王がということで決定しましたので。じゃあサイゲームズさんはとにかく激震のオーガを僕に声任せていただいて。ああなるほど、はい、じゃあちょっと今やってみる、激震のオーガ。ケソポテトの激震のオーガまで3、2、1。激震のオーガです。はい、というわけでありがとうございました。ここまでありがとうございました。カットです。余裕でカットです。はい、入れよう。いや、カットです。カットです。これは皆さんも声なし対決やってみてください。はい、やってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。